はい、どうも皆さん、こんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、IOST、ポルカドット、チリーズ、えー、そして体のエイダーですね、えー。今日は7通貨見ていきたいと思います。もし時間があれば、BAT、え、や、ー、ソラナですね。そのあたりもちょっと見ていきたいなというふうに思っております、えー。今日が2021年の8月の31日。今日ですね、8月が終わりということで、月末相場ですね。今が19時58分を回ったところです、えー。今日もですね、皆さんからご要望いただいた通貨を中心にですね、相、え、場、ー、分析やっていきたいなというふうに思っております。じゃあ、まずはですね、動画に入る前に 1>, 1点だけお知らせで、え皆さんからですね、えー、たくさんお問い合わせをいただいておりましたグローウェイズ、えー、僕がやっているトレードスクールなんですけれども、えー、と募集の再開はです、ね、今週末、えー、金曜日からですね、えー、再開させていただこうかなと思っています、今回も、えー、週末限定でですね、えーまあ、100名に達するか、週末限定ということで、えー、募集をしていきたいと思います。 まあ、グローベーズに関しては、えーまあ、僕がですね、普段やっている短期手法の手法がまあ学び放題だったりとか、あとは週1回ですね、ライブ講義やったりとか、ライブ飲み会やったりとか、ズーム飲み会やったりとか、あと、皆さんからのですね、えー、ご質問に関しては、逐一、LINE、えー、でですね、僕がやり取りさせてもらうというふうなですね、スクールになっておりますので、もし興味のある方はですね、以下の概要欄からチェックしていただければというふうに思います。じゃあ、まずはですね、今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思うんですが、今日ですね、ビットコイン、まあ、一旦もうちょっとね、下がっていたんですが、若干回復してきて、今ですね、前日比でいうと0.9% 521万円付近で動いていると、まあ、一方で今日、ですね完全に動き方が分かれたのがイーサリアムですね、イーサリアムに関しては強くなってきました、36万円ということで4%ほどアップという風な状況となっております、まあ、この他りに関してはですね注目ポイント、グローベルズのメンバーの方に関しては朝分析でもお伝えしていますが、まあ、そのあたり、相場分析の中で見ていきたいと思います、それからソラナですね18%また上げてきております、ちょっとね、信じがたい上昇を見せておりますけれども、それからポルカドットなんかもですね11%ぐらい上昇ということで、 え結構です、ね、アルトコインによって上昇爆上げ通貨がですね、えー、偏ってきているなという,ふうな印象ですね、えーまあ、今注目されている通貨も含めて今日はですね分析していきたいなというふうに思っておりますじゃあまずはです、ね、今日の日経平均の動向から見ていきたいと思うんですが日本経済新聞さんのニュースですね日経平均は続伸してきました終わりに300円高の2万8089円で終えたということで、えー、前日比でいうと1.08%結構、ね、上げてきました、えー、7月15日以来の1ヶ月半ぶりの高値を記録したということですね、まあ、昨日ののアメリカの株式市場がでですね顕著でして に関しては小幅に反落ということになったわけですけれども、えー、ハイテク株がですね多い、えー、ナスダックに関しては最高値をですねまた更新してきているというふうな状況がありました、まあ、そういった流れがですね日本市場にもまあ入ってきたというふうな感じで相場を押し上げたということがですね言われております日経平均はですね7月まで11ヶ月連続で月末の最終営業日に下げていた、まあ、そういったですねあの周り経験則もあったんですけれどもそれほど下がらなかったっていうところから逆にですね買われたというねまあ面白い動き方になったということですねまあ明日にはですね ADP の雇用統計があったりとか金曜日にはですね雇用統計がありますのでまあ、ここからはですねなかなか動きづらい、えー、もしくはですね明日の ADP 雇用統計でどんな数字が出るかどんな反応を示すかっていうところはですねしっかり注目しておかないといけないかなという風に思っております、えー、ここからですね仮想通貨資料の動向から見ていきたいんですが今日はですね、えー、まあ今ですねビットコインがなかなか動けないっていう状況で対照的なのはアルトコインですねアルトコインが結構強含んで来ているというところで、えー、コインデスクジャパンさんでもですねこういったニュースが報じられておりますでその中でですね、まあちょっ ちょっと注目なののがビットコインの買い集め需要ですね、えー、ブロックチェーンデータはビットコインの大きな買い集め需要が最近の上昇を支えたことを示しているということをですね述べておりまして、まあ、週1回のグラスノードのですねレポートの中でもこういったですね実現価格分布ということでそれぞれの価格帯でどれくらい取引されたかという風なですねデータが打ち出されているんですがまあ,あの、えー、と3万1000ドルから4万ドル付近でもですね大きく当然ながら買われているわけですけれども、まあ、直近のレベルですね。 160万 BTC 以上が存在するということでこのレベルでもかなりですね買い集めが入っているというのがですねデータとしても分かるかなというところですねでそのグラスノードのですねレポート、まあ、これがね原文になるわけですけれどもまあ、それ以外の指標に関しては結構ですねやっぱり良くない数字が出ていまして例えばこのグラフですねまあ、アクティブなですねその取引されている主体の数みたいな感じでね、えー、見ていただければいいと思うんですがやっぱりピークからですね35%ぐらい下がっているという状況でなかなかですね厳しいデータとなっていると、えー、それからイーサリアムに関しても アクティブアドレスの数もですねまだまだ33%ダウンというあのピークに対してですね33%ダウンということでまだねそんなに回復してきつつあるような状況には見て取れないというところですよねそれからビットコインのトランザクションフィー取引手数料ですねそれもかなり低調な位置まで落しているということで、まあ、取引量が非常に、ね、少なくなっているという風な状況かなと思っています、まあ、一方でねイーサアムの取引手数料に関しては爆上げしていますよね、まあ、これに関しては、ね、NFT 市場のです、ね、盛り上がりとかそういったところも含めてかなりですね今 トランンザクショフィーが上がっているというところがです、ねえーまあ、あの示されているというデータになっております短期保有者の数もどんどん減っているという状況ですので、まあ、これは、ね、結構直近の相場においては弱い、えー、シグナルになる指標になっているんじゃないかなと思っていますその中で、えー、2つです、ね、注目のポイントがありまして1つは中長期保有に関しては結構、ね、増えつつあるんですねなので、えー、やっぱり長期目線で買い支えしているというところはですねこういったデータにも出ているということで a s a r i ムに関しても、えー、買い集めされているというところがです、ね、データとして出ています、えー、それから もう一つね注目なんですけどもナンバーオブアドレスですねでノンゼロバランスということで残高がゼロじゃないってことはまあ少しでもですねビットコインが入っているアドレスの数っていうのはここ最近ずっと見ていくとですねずっとうなぎ登りなんですね直近の下落相場においてもやっぱりアドレス数っていうのはですね増えてきつつあるというのがですね今の現状なんですねでイーサルムに関しても同様です直近でかなり大きく増えてきていますのでやはりこういったところからすると長期保有者はまあ買い集めしているその中で新規のえーまあ残高をもっとですねアドレス 増えてきつつあるという状況からするとまあ、短期的にはですねちょっと弱含んでいる状況ではあるんですけれども中長期を見たときにやっぱりこういったところはですね後から効いてくるということで大きな下落にはつながってこないんじゃないかというふうにです、ね、今のところはまあ見ることができるんじゃないかなと思いますツイッターのですね、えー、ウィル・クレメントさん、想疎化のアナリストでですね有名なあの方ですけれどもこの方もですね、えー、相当強い、まあ、歴史的に見ても強い今、買い集め時期にですね入っているというところがあって まあここからね、相当強い動きになるんじゃないかってことをですね、ツイートしております。まあ、ということで、短期的にはですね、若干弱含んでいるんですけども、やっぱり中長期を見たときに、まだまだですね、安心できるデータが、今、実際データとしても出ているということがですね、言われております。こういった外部環境を踏まえまして、今のですね、相場分析に入っていきたいと思います。はい、それではですね、まずはビットコインの、今日はね、短期的なところ、4時間足ですね、から見ていきたいと思います。今のビットコインの価格が47,380ドルということで、日本でいうと520万円付近で推移しております。えっと、今日ですね、一旦大きく下げました。 下げたんですけれども日中にかけて一旦ね反発してくるような動きがありましたまあ日経とともにですねえ若干上がってきたかなという状況なんですが直近でまた下げてきているというふうな状況でま48,000ドルラインがですね重くのしかかっているっていうところとまあ今回のですね大きな下落によってえっと4時間足レベルの20,50,100円目に関しては抜けてしまいましたのでやっぱりねここからショートにですね入ってくる方が結構多くなってくる可能性は出てきたんじゃないかなと思っていますなので一旦ですねえやっぱりこの辺りレジスタンされて44,000ドルぐらいまでのですね下落は 覚悟しておかないといけないかなとは思うんですけれどもまあそんな中で例えば今日のですねアメリカの株式市場だったりとかえかなりね強い吹くんでくるような動きが見られればもしかすると4万8000ドル再度超えるまあ今のですねこの上昇局面の勢いを超え,え続かって4万8000ドル再度超えてくるみたいな動きになればえそのままですねまたここの高値切り下げラインをえ抜けてですね一気に上昇ということも考えられる相場環境ですねまあなかなかね今は方向感まだね出ていませんのでえちょっとねトレード控えるべきじゃないかなと思っています参考下に抜けたものの,あのそんなにですね 大きな下落に繋がらなかったっていうところがありますよね。なので例えばこの4 6700ぐらいですね。ここのラインを抜ければ一気にガクッと4万4000ドルまで下げる可能性は十分考えられますので、そこのラインブレイクをねあのショートで、ね、狙っていくっていう方が、えー、どちらかというとまああの安全なのかなと思っています。でロングに入るんであればやっぱり4万8000ドルを超えて、えー、ここの高値切り下げラインを捉えるような値動きですね。そういった値動きが見られれば昔ながらロングっていう風なですね戦略になるかなと思っています。えー、次イーサリアムなんですけどもイーサリアムに関しては直近でですね、えー、ちょっと強ぶんでくる動き まして今日の朝の,あの分析の中でも、ですね、えー、ここのボックス抜ける可能性があるんじゃないかってことをお伝えしていました、まあ、移動平均性の形もですね上向きになってきつつある状況の中で、えー、上昇をです、ね、試していますので、まあ、この3300ですね、高値を抑えつけられているラインは超えていく可能性は十分で、ね、考えられるかなと思っていますて、これを超えれば、えー、かなりですね強気になってくる可能性が出てくるんじゃないかなと、個人的には思っていまして、えー、例えば4000ドル、それから4300ドル付近ですかね、えーまあ、過去最高値も含めて、えー、そのあたりまでのですね上昇が見込めるような相ば環境ですね。まあここ ここよりはねかなり、えー、ボラティリティも激しくなってくるという風な相場がですね、えー、5月にありましたので、えー、そこと同じくですねここを抜ければ一気に上昇してくるっていう風な相場環境も、まあ、考えられやすい展開にはなっているんじゃないかなと思っていますで、XRP ですね、XRP に関してはまだ動けていません高値切り下げラインがねまだまだ効いているという状況がありますので、えーまあ、引き続きこのディセンディングトライアングルをどっちに抜けるかという風な展開になっているかなと思います直近のところだけ見るとやっぱり上値、ね、重たいですよね、えー、なので、まあ、こういったラインを抜ければ一気に、ね、ロング入れる環境にはなると思うんですがまだ ちょっとね静観したいところじゃないかなという風に思っておりますだただ一気にですね例えば90セントぐらいまで暴落するような相場があればそこは相当買われると思いますのでそういったところがもし見られれば、えー、まあ、チャンスにはなってくるんじゃないかなと思っています引き続きまあここは静観で、えー、見ていくしかないかなという風に思っております、えー、続いて iOST なんですけども iOST も弱い相場がね、えー、続いておりますまあ、こちらに関しても一旦ね3.5セント付近まで落ちてくれれば、えー、まあ、買い出されやすいんじゃないかなということをお伝えしておりました、えー、冷やしレベルを見るとね続落続落という状況の中で 200日移動平均線のところままで落ちてきましたねなのでこの辺りがね一旦あの勝負になってくるかなと思っています、この辺りからですねサポートされてまあ20 m a もですね今から上がってきますのでそこでサポートされて上がっていくっていう風な相場環境っていうのはえ過去、ですね見られた相場ですよね一気に上昇して一旦戻してくる中で例えばこの水平線だったりとかこれ3.5セントですけれども水平線や20 m a にサポートされてまあ上に上がっていくという相場がですね基本的な動きになるかなと思いますのでえここ200日もまあ合わさっていますけれども。 この辺りから相場がですね、反転する可能性が出てくるという風なね、感じになっているんじゃないかなと思っています。ここね、ちょっと、あの、個人的には注目しているという風な状況ですね。はい。このまま4.6セントもう一回抜けることができれば相当上がっていくんじゃないかなという風に個人的には思っております。それからポルカドットに関しては直近ですね、大きく上げてきました。まあ、こちらに関しても20日移動平均線からの、えー、サポートということで、一気にですね、上昇しているという風な感じですよね。で、30ドル、まあ、ずっと言っていました。ここを抜ければね、さらに一段強く組んでくると思うんですが、まあ、そもそもですね、やっぱり移動平均線の形状、 それからゴールデンクロスのこの形状も含めてやっぱり強い動きがですね見られているということで30ドルはねこれ抜けるんじゃないかなと思っています、まあ、ポルカドット、ね注目度の割には直近でですね若干出遅れていたあのところがありますのでやっぱここからの上昇ですね期待できるんじゃないかなということでまあ30ドルを超えればもしくはですね200日の移動平均線を明確に超えていくような動きになれば分割しながらロングに入っていく短期トレードもですね有効になってくるんじゃないかなと思っています。 え続きまして、チリーズですね。チリーズに関しては動けていません。ずっと動けていない状況なんですけれども、今からですね上がっていく要素っていうのは十分あ,のあるんじゃないかなと思っています。まあ、以前からねエンジンコインと動き方は非常によく似ていて、エンジンコインの方が若干ね上げているっていう風な相場環境あるんですけども、えー、チリーズに関しては今ですね、三角持ちの中で動いているとで。こちらに関しても収束ポイントは今週末ということになりますので、まあ、直近からね注目度が集まっているかなと思います。でその中で、やっぱり移動平均線が全て上向きで、ゴールデンクロスも完成しているっていう状況、それからここのです、ね、注目のライン、 35セントのこのラインですねこのラインをしっかり抜けているっていうところでそこをサポートしているという風なところからするとやはりですね上に向いていきやすい環境ではあるんじゃないかなと思いますなので35オム上に抜けて一気にですね70セントぐらいまでのところが狙えるような相場環境になる可能性は十分、ね、考えられる相場環境じゃないかなと思っていますなのでまあ今はですねまだ35持ちあの揉み合っている相場ですけれどもこれを抜けるようなタイミングもしくはですね35セントしっかりねサポートされたかなっていう風な状況を見られた場合はやっぱりそういったところが、ね、分割エントリーで攻め っていくことができるんじゃないかなという風に思っておりますで体のですね体に関してはまあ高止まり今ねしているんですけれどもまあ直近ですねこういった上昇の平行チャンネルの中で動いているっていう風にですね見ていくことができるかなと、えー、そういったところでまあ平行チャンネルの上限値で抵抗されて一旦ですね下を選ぶかどうかっていう風な展開になっているわけですね直近のところまあできた可能性が大きく増えてきているわけですけれどもまああれせがですねかなり変わりすぎ水準までまああの来たということで一旦ですね相場転換のまああの起点となっているというところとあとマック D がですねデッドクロスを そうですよねなので、ちょっとね今のところ現状を見るとこれを超えていくっていうのは難しいかなと思っていていったん下を選ぶ可能性の方がまあ高いんじゃないかなと思っていますただし、えー、体のですね今注目度っていうのはかなり増していますので下がった相場っていうのは相当ですねやっぱり変われるんじゃないかなと思っていますいずれにしてもやっぱり各通貨そうですけども中長期的視野に見ていくとまだまだですね上がっていくんじゃないかなと、えー、個人的には思っていますなので一旦下げるような相場調整相場っていうのはやっぱりね、えー、絶好の買い場買になってくる可能性があるんじゃないかなというふうにですね 思っておりますであとは BAT ですけど BAT に関してはここの高値切り下げライン今抜けようとしています。これ抜ければね相当上にね、えー、軽くなってくると思いますのでここちょっと注目かなという,ふうに思っているのとあとソラーナ、ね、に関しては、えー、昨日の動画でもですねこの108付近がですね、まあ、注目のポイントになってくるんじゃないかなということを言っていました、えー、で4時間視レベルで見るとこれもう一気に抜けてむしろ4時間視で見るとここをサポートしてですねサポートラインに変えてまた一段ですね伸びてきたという,ふうな状況でもう本当に爆上げ 相場ですね、まあ、こういった相場はもう僕はですね手を出さないしむしろ危険ですよね、えここからどういう風な展開になるかままあ、まあ,あの一気にですね例えば140とかそういったところまで一気に爆上げするということも考えられますけれども、えー、やっぱりですね一時的に利益確定売りが広まって一旦下がりだした相場というのはですね大きく調整されるということがです、ね、やっぱり予想されますのでちょっとここはですね警戒しておきたいところじゃないかなと思いますまああの結構ね、ね下からこう利益をですねずっと含み益になっている方に関してはあの全然ですね持ち続けたらいいと思いますし 利確、えー、ポイントに関してはやっぱりいつか移動平均線を下抜けするような値、ね、動きが見られればそこで部分的に利確していくという風な戦略で全然ね攻めていくことができるんじゃないかなという風に思っております。はいということで、ね、今日はね10通貨ぐらい見ていきましたけれども中長期的に見るとやっぱりね強気の目線で見ることができるような、えー、オンチェデータになっているんじゃないかなという風に思っております。なので一旦ね、えー、大きく調整される可能性も当然ながらありますけれども、えー、そういったところですね計画的に戦略的にですね、えー、しっかり買い集めていくような感じで攻めていくことができるんじゃないかなという風に今のところは思っております。 中で今週ですねこういう時ありますのでそこはしっかり注目していきたいなというふうに思っておりますということで今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございました